はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、大和市にございます7代目鉄麺さんというお店にお邪魔しております。というのも、まあね、先日、こちらのオーナーさんというか、店主さんから、連絡をいただきまして、今日はね、食べに来たんですけれども、今ね、撮影の時間、ちょっと営業時間外となっておりまして、お客様がいらっしゃらないので、僕もね、ちょっとね、喋りながら食べていこうと思っております。で、今回いただくのは、まあ、デフォルトのメニューを、3種類と、激鉄っていう、もうめちゃめちゃ辛いラーメンがあるらしいので、そちらを合わせて4種類ね、ラーメンを食べていこうと思います。ありがとうございます。はい、ということで1杯目ね、到着しました。1杯目のラーメンです。うまそう。で、今回はね、合わせてご飯も注文しております。飲んじゃうといけないので、いただきますと。なんだ、うまっ。結構ね、豚骨感はライト目ではあるんですけど、前のね、香ばしさがかなり効いているので食べ応えもあるし、うまい。すみません、替え玉を割り方でお願いします。はい、今ね、替え玉が到着しました。硬さはね、割り方で注文しております。何杯でもいけんな、これ。うまっ。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。今ね、2杯目到着しました。2杯目がね、塩のチャーシュー麺に磯海苔のトッピングでございます。全然違う。あ、うまっ。やっぱ塩の方がね、豚骨感がね、ちょっと増すんですけど、クリーミーさも出てきてて、これまたうまいね。うまいでしょ、これ。うん、やった。すみません、たびたび替え玉を
お願いします。はい、針金で。ありがとうございます。次の替え玉は、針金でございます。うん、いいよ。パツッとしたいいわ、食感がいい。ありがとうございます。はい、そしたらね、ただいま3杯目到着しました。こちらがね、味噌チャーシューでございます。これもね、いい匂いしてるんですよね。味噌うまいですね。味噌もこれこれハマると確かにずっとこれの人も多いかもしれないですね。一番、まあ、クリーミーさとか濃厚さが際立ちますね。うん、うん、あ、うまっ。うん、もともと味噌定番じゃなかった。そうなんですか。はい、あの最初醤油と塩だけで、あの鉄麺やってた。はいはい。冬の期間限定でやって、で、あの辞めた後にお客さんからの問い合わせが。あ、味噌が食べたいんだと。味噌感っていうんですかね、その豆というか味噌の感じとやっぱ周りの香ばしさがすごく合いますね。白いご飯と一緒に食べたらもうめちゃめちゃうまいこれ。次もね、割り方でございます。せっかくなんで、こちらのね、卓上のからし高菜入れていきます。うん、ありがとうございます。よいしょ。じゃあちょっとこれ切った来ました。最後の4杯目ですね。こちら4杯目がですね、激鉄ラーメンという、まあ、激辛のねラーメンなんですが、同じ同名のメニューは他店舗にもあるそうなんですけれども、このね大和店さんで出しているこの激鉄ラーメンがおそらく一番辛いらしいです。いや、ちょっと怖いですけど、早速ね、いただこうと思います。いただきます。これスープ見えますかね。これ結構ね真っ赤なんですよね。これ場所場所見るとこれ、ね、真っ赤な部分が結構ある感じです。お、辛っ。いた。いや、これあーこれ辛っ。じんわりとかじゃないですけど、もう一発目からベロをバーンってきますね。これちょっと麺を、うん、美味しい辛さですけど、でもやっぱ痛いですね。豚骨のベースのこの甘みも残ってますし、ちゃんと豚骨ラーメンがあるんですけど、刺激の方が強いですね、やっぱり。うん、ただ
すすれはしないですね。ちょっとうーってなってそうです、でも多分普通にちゃんとした辛いもののチャレンジメニューぐらいか、もしくはそれ以上辛いと思います。ちゃんと、卵が辛い。いや、すいません、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね4杯ラーメンをいただいてきましたが、どのメニューもね結構ライト目ではあるんですけれども、マー油のね香ばしさが効いていたりとか、味付けによってはこのマイルドさとか、濃厚さが全然違うので、ぜひね皆さんもお好みのこの豚骨ラーメン見つけてみてください。絶対にうまいのが見つかると思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。口が回らないからくて。じゃあねー。